東京 BB、今回はですね埼玉県の川越市からお送りします。実はですね今バイクバカたちの間で密かに話題になっている楽しみ方がこう川越であるということでやってきたんですね。すごい嵐。今日なんかまた新たなゲストも来るんでしょ。すごいよ。やはり俺もう去年からオファーしてたんだ。あら、じゃあ相当なバイクバカが。すんげえバイクバカだ。これ楽しみですね。楽しみです。基本的にバイクバカ、バイク好きがね、そう、あの来る番組ですから。やっとスケジュール空いたって言った。よかった、楽しみだわ、うん、そんな今回のビビゲストは、あ、来た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 何バイクバカじゃないじゃん。えいやこれパチンコ屋の帰りじゃんこれあれいやバイクバカの現れ方、登場の仕方じゃないじゃんこれ。なんで俺16歳からスクーター乗ってるから今回のゲストは What's BB 芸人カニン竹山。バイク好きというイメージはほとんどないが、本当にバイクバカなのか。これスクーターに乗ってる人は別にバカにしてるわけじゃないけど、そういうテイストじゃないのよ。いやだから俺を呼ぶことがおかしいじゃん。なんなのあれ。俺ね、うん、去年ハワイ一緒になったんですよ。で竹山さんバイク番組やるからバイク乗ってるよねって言って、おう出てよって言ったら、おうおうって言ってたから。なんで OK したの。ベスパ。あ、ベ俺50のベスパ、もうそれも今壊れて乗ってないし。いやだから詳しく教えないから。だから16歳からスクーターはずっと乗ってるよ。そういえばベスパ持ってたわ。あ、そういうことだったんか。でもギアついたやつなんか一回も乗ったことねえから。じゃあどうぞ帰ってもらう。いやダメだよもう来たからここまでいいパチンコ屋あるから無理だって。埼玉までもう来たから。いや先に戻るんだ、詳しく教えてよ。いや俺も悪かったですけど。イメージないもん。そんなにだから初め言うとあれですけど、はい、そんなに興味ねえよ俺。知らねえから俺はもうゲストいなくなっちゃったんですか。いやひどい。マニアックにして骨太、全てのバイクラブにお送りする東京 BB。 今回はバイクに全く興味がないカンニング竹山が BB たち話題のダートトラックに挑戦。するとまさかの展開に。最高だね。うわ、飛び出てますね。すげえ。え、全米じゃなくてね。一回滑り出したら止まらないよ。うるせえよもう。これはいいわ。東京 BB 来たよ、海だよ。この番組はバイクを愛する人たちにバイクの魅力をとことん紹介するバイクバカ番組です。今日俺竹山さんの何を今日する予定だったんですか。今日あのダートトラックです。いやこけるからこれだと。すぐこけるからスクーターダートだと。 Dirt Track Race とはアメリカで50年以上の歴史を誇るモータースポーツ。主に楕円形の土の上をドリフトしながらスピードを競う競技で、別名フラットトラックとも呼ばれている。実はこの Dirt Track こそ世界中のバイク乗りたちの原点でもあり、ダートを知らずしてビビとは言えない。ダートトラックはでも本当に結構ハードル高そうですね。難しいですよね。ハマバイクさん、バイクさん、まあ、スピードさえ出さなければスピードさえ出さなきゃ、はい、タイヤをだって滑らすわけでしょ、ね、滑りながら、まあ、バランス取って、まあ、確かにそこが楽しいと思う。面白そうではあるね。ダートトラック何度か見たことあるけど、こんな太ってる人見たことないよ全然イメージしてないからこんなの。どうすんの。帰ってもらいます。帰ってもらいます。無理だって帰るは無理だって。今早起きして今来たばっかなのに。いやでも無理じゃん。だってできないはできないでしょ。できないよ。一応やってみます。じゃあやるだけ。やるも何も。だってギアついたやつ運転したことないからなんだよ。スクーターじゃ無理でしょ。でも俺滑るの得意でしょ。いや滑るならどっちも得意だよ肉体も精神も得意だけど嫌だよ怪我するだろここ。でも車はあのちゃんとマニュアルの免許持ってるよね。オートマ限定だよ車車もオートマ限定。クラッチの概念がない人だよ。なんだ、全然教えてくんない。クラッチだけはやんなきゃダメ。クラッチだけやんなきゃダメ。じゃあそっからだよ今日ね。そうだね。めんどくさい。下一回カンと切って上上っていうのは分かります。カブ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 乗ったことある。あるあるある。あんな感じでしょ。
いやちょっと待って、呼んどいてそんな顔やめろよ。なんだ呼んどいてよ。なる。しょうがねえだろう、だってしょうがねえだろうって言うなよ。じゃあやりましょう。じゃあ竹山さんにバイクレーサー教えましょうよ、せっかくだから。だったら今日ね、好きになってもらうようにこっちはじゃあモチベーションそっちで保っていく。バイク、うん、竹山さんほら結構車の免許取ったの遅いじゃん。遅い。でもほら好きになると結構ハマるタイプじゃん。好きだね。で今もすごい車ハマってるでしょ。好きだね。だから、うん、気に入ると結構ドハマりするキャンプとか。そう。だから多分ハマればすごい、多分すぐ買う。だから今日ハメよう。そうね。そうですね。すげえ煙立ってる。うわ、もうあんな絶対無理だ、あんなの。何あれ、何してんのよ。マッドマックスみたいになってる。今日すげえ人呼んだんですよ。日本の最高峰の人呼んだから、その人に教えてもらったらもっと竹山さん好きになる。ああ、いいね、うん、まず最初すごい人見た方がいいよね。日本の最高峰、うん、あ、あの人だ、あの人、あの人、あれやっていただきます。できるわけねえじゃん。最高峰この人、日本のトップ。今日1日で、俺ど素人、1日で無理だって。カムロやばくない？大森さんっていう方。大森さん、大森です。世界を熱狂させる日本ダートトラック界の至宝、大森正投氏。本場アメリカのライダーたちからもリスペクト。日本人で唯一ナショナルゼッケンを持つ超凄腕ダートトラックライダー。いや今俺怖かった、こけたかと思った。竹山さんだって余裕じゃないですか。いやできないって。余裕なんだ。これ乗るぐらいはできます。あ、これ乗ってみます。いやいや今触り方わからない。いやいや、またがってみたら好きになるって女と一緒で。またがっても好きにならない女いるよ。わ、似合うわ。うわ、でかいんだな。ああ、なんかやはりこういうタイプ好きでしょ。好き、形が大好きな形。いい、ね、まあでもそんなに怖いってイメージじゃない。まあ動かせそうな気はするけど、操縦分かればね。じゃあちょっと身を見まねやってみる。できない、できない、できないから。とりあえずできる。いや、もう終わりだから、一生の秘密になっちゃうから。プロのダートトラックのレーサーって何人ぐらいいるんですか、日本に。日本ではまあ10人ぐらい多い。でも少ないんだ。10人しかいないってことですよ、逆に。日本ではってことは世界では結構、世界ではもうこのダートトラックが二輪 の基本的な、はい、あの技術の一番、はい、中心というか、まあ、全ての技術を要求される競技なんですね。だからその世界で言ったらほとんどのレーサーがこのダートトラックをやってます。はい、ってことは世界のトップクラスになるとダートトラックのレーサー結構稼ぐってことですか。世界のライダーはそうですね、稼ぎます、ね。奥行くかな、多分そう行くとは思うんですけどね。はい、絶対竹山さんやった方がいい。いやいや、俺将来はさ、ならねえから。もう50だから、間もなく50からトップレーサーならないでしょ。考えてみよう、今ゼロなのに。50でもう49でグッティやめて、ダートトラック行こうよ。グッティで適当なこと言ってる方が安泰だ、まだ。グッティで適当なこと言うすごい。でもなんか怖そうだけど、あの見てるとほら滑らすでしょ、いわゆる、はい、まあ、車でいうドラフトじゃないけど、はいはい、楽しそうは楽しそうね。いや楽しいですね。へえ、滑りながらも加速する滑り方ってあるんですよ。竹山さんは加速ね。わかるわかる。竹山さんも一回滑り出したら止まらない。うるせえよもう。うるせえ。滑りながらお前アクセルグッてやったことねえだろ。どれだけ勇気がいるか。滑り出したら止まらないけど。ウィリーとかできないですかね。あ、ウィリーできます。あ、ちょっとミシュランっていいですか。では日本ナンバーワンダートトラックライダー、そのテクニックを改めてご覧あれ。うわー、ウィリー、うわー、これ投げ、うわー、うわー、すげーな、っちゅう間だよ。こう上げてバランスでいくってことか。まあ、こう、うわー、すげー。これも今のこの距離だからこれぐらいだけど、別にやってようと思ったら一生やってられるんでしょ、多分。そうですね、どこまでもいけちゃう。多分どこまでもできる。あ、これじゃちょっと、いや無理でしょうよ。もう一番危ないやつだからこれ。ちなみに大森
さんってこれでできるんですか。これでできなくはないとは思うんですけど、ね、ないですか。ですやったことないですけどね。自分でバランス取ってるってこと、自分で上げて自分でバランス取る、このパワーを利用して上がったものに対してアクセルでコントロールしてます。あ、コントロールしてるんですか、はい、行ったら弱めて下がりさんだったらまたやってっていうことですよね。ダート極めるとバイク大好きになるって言いますもんね。そうなんです。ダートトラックはもう全部なんですよ。全部全部入ってるんですか、バイク乗りの。これさえできればそう何も怖くないってこと。街でも、うん、ちょっと高速道路とかでも全然怖くないってことですか。そんな大森が操るのがこちら、スズキ RMZ450。 最高のパフォーマンスが発揮できるよう開発されたモータークロス用の車両で、ダート仕様にビルドアップした1台。これはもう完全にそのフラットラック、ダートトラックスタイルの車両になってるんで、見てください、フロントブレーキがないんです。あー、はいはいはい、フロント使わないんだ。フロント使わないで、マフラーが普通はここから出てるんですよ。はいはい、それがもうこうダウンマフラーになってて、ちょっとトルク重視のマフラーになってますね。かっこいいな。竹山さん、トルク重視ですね。トルク重視の意味がわからないからはぁって言ったけど下から生えてんだなしか分かってねえからなんすかトルク重視って。難しいです。トルクはもうその力ですね。このエンジン開けた時のブワーってこう押される力のことをトルクなんですけども、うん、それ重視のマフラーになってるってことですか。そうです。あとパワーがすごいってこと。そうです。ヤギまたがったら、うん、だって好きでしょこういうダートトラックトラッカーみたいな。大好き。おぉ似合うや。大好き。すげえ似合う。これこういうの似合うの分かってるしすげえかっこいいじゃんヤギ。そんな普通だけどな、そんな普通です。これこういうの似合うし、すげえ似合うよ。かっこいい。サイズもいいな。速いんだろうな。でも俺50キロしか出せねえからな、ね、これでバイキング行ってほしい。これでやっぱちょっと柔らかいっすよね。そうですね。リアサスペンションすごいよ。さすがやっぱり、うん、でも本当だ、真ん中すごい。結構この辺ボロボロになってるな。すげえな。やっぱりこけるからこれハンドルをするんです。僕はハンドルをするんです。これこけるんじゃなくてハンドルする。えハンドルなんかすらないよ。ここでこっちにこうやってやるから。そう。いや倒れてるよもうこれ。大体こんな倒れてるって。いやこれはもう焦げてるよね。これ焦げてない。ここからこうピックアップします。いやこれ無理じゃなくて。体入ります？ハンドルをするほどのスライドテクニック。世界でも大森にしかできないスペシャルムーブス。竹山さんやってみます。やらないからね。スクーターで ここするの無理でしょう。大怪我になるっつうんだよ。じゃあちょっとこれで。そうね、うん、ちょっとダートをさ大森さんに教わりながら、ね、俺らやってないじゃん、うん、これ極めるとバイク大好きになるっていうからね。やろう。教えてもらおう。とりあえずいやだから2人はやりゃいいさ俺ゼロだし免許ねえし乗ったことねえし。でも競馬はさ好きじゃん。結構ダート好きでしょ。それとこのダートと違うだろ俺馬じゃねえんだよ走んなきゃいけねえんだよ。馬でいったらダート金かけるのが好きなんだよさあある程度準備は整ったようですね。はい、もう嬉しいっす俺竹山さんに教えてて、うん、せっかくだから楽しくやってみたいね、うん、楽しみたいよね、うん、初めてだから。なんならちょっとうまく走れるよ。いやいやなりたい、うん、やりましょう。竹山が人生初のオフロードバイクに挑戦。しかしいきなりあれいやいやダメですいけねえわもうやむ。いけないいけない。ダメだダメ。もう限界だ。いけないよダメだ。いけないよ。竹山ヘルメットサイズがまさかの不一致。仕方なくマイヘルメットでチャレンジ。これもうこれいっか。そうですね。これどうしてそうやって面白くしようとするわけ真剣にやってるだけだこっちは。おおかっこいい。クラッチまずクラッチを握って。クラッチ握る。ギアを入れてこれ今一足です、ね、一足はい、はい、でこのまんまアクセルは開けずにゆっくり離してゆっくり、はい、そうすると走り出してくれ。でクラッチ握ってでこうか。そうこんなとこからやんなきゃいけないの。一足でなんだよもうでも乗れましたね。ねえ乗れましたね。あいけるいけるいける
2足入れて、2足で3足3足3足2足とか3足とか入れた2足入れた。お、入れた。で、これでクラッチ握って、クラッチ握って止まるときはクラッチ握んないと演奏するから。で、リアブレーキ、こっちですね。そう、あのオフロードは基本的にフロントを強くかけるとフロントから滑っていっちゃうんで、なるべくリアブレーキを強めに。こっち足ね。はい、まあ、特にこの今からやるこのダートトラックのこの練習はリアブレーキのみ使ってください。あ、じゃあもうこれ使わなくていいってこと。使わないです。なんかあれですね、今ちょっと乗っただけですけど、はい、感覚的にはウィリーできるね。なんかウィリーできそうな勢い。よし、行ってみよう。今できないわ、イメージだけだわ。あ、でもイメージ大事。なんか分かりました。はい、じゃあ乗れるね。もう乗れますね。で、何速で走ればいいんですか。ここは基本2速です。2速だって。今ので走ればいいってこと。はい、BB 必見。これで Dirt が絶対上手くなる Dirt Track 基本編。まずは大森が基本となる Dirt の走り方をレクチャー。練習ってことね。練習。すごいね。すごい。なるほどね。ちょっとみんな、ヤギ見た？あの大森さんの左足鉄板見て。スリッパ。お。あ、本当だ。本当だ。これずっとこうやっていくからだ、足。擦ってるから。そうです。そっか、普通の靴なんか履いてたらすぐダメになっちゃうから。そうなんですよ。履かしてんだあれ。はい。あれできるようになるのはちょっと難しいでしょ。そうですね。なので基本的な操作を今からあのみんなでやっていきたいと思います。はい、はいはい、白線が間に2本引いてあります。はい、でこの間白線2本はちょうど直線の部分、あそこはなるべくアクセルを開けてほしいところなんですよ。開ける。はい、でここコーナーの入り口のこの線、はい、ここではアクセルを戻してリアブレーキをかけてほしいんですよ。ここで減速した車両をここの真ん中のコーナーのここの線ですね、うん、はい、ここでアクセルを開けて、もうなるべくここではアクセルを徐々に開けてで徐々に開けてってもらったアクセルはここから全開にしてほしいですね。全開にする。はい、でまたそこで今で繰り返しを、はい、一番の肝はここなんですけども、なるべくスピードを乗せてきてもらった車両をちょっとブレーキをかけてそのリアをちょっと出してもらいたいんです。ちょっと滑らす。はい、その時に足は地面につけてもらって擦りつけてもらいたいんですね。足を出さないともう不安定な状態でバイクが滑って転がってしまうので、うん、なるべく足を出してここは曲がっていってほしいです。今のが基本操作。ヤギやってみて。俺から、うん、やっぱ見たいじゃん。ヤギのかっこいいとこ初めてやるからね。ヤハギ Dirt Track に初挑戦。難しいな。うわ、難しいよ。難しい。難しいよ。このブレーキのところ難しい。ブレーキ踏めないね。ディスクブレーキではないので、ちょっと効きが普通のオートバイク。難しいよね。うん、じゃないですね。なので、まあ、八木さん今こう後ろに乗せたんですけど。できればもうちょい前に乗ってほしいんですよ。こうなんだ。はい、もうちょい前で、うん、まあ、ここタンク拳一つ分ぐらいで、ブレーキをかけるタイミング、それはこういう状態でブレーキを踏んでたんですよ、うん、じゃなくてブレーキオフロード前踏むときは足のここの甲ですね、ここ、うん、ここで踏んでほしいんですよ。で踏むときはブレーキだけ踏んでほしいんです。踏むときはこう、うん、踏み終わったらこうみたいな感じ。へ、はい、そうするとまたブレーキの効き具合が違ってきます。へ、はい、でなるべくこう前に前に前に座った方がいいですね。じゃあ竹山さん行こう。そして全員で Dirt Track 練習開始。まずは基礎を極める。徐々に Dirt の走り、そのコツを掴んでいく東京 BB のメンバーたち。基
綺麗に回るコースは直線でしっかりと加速し、カーブ手前で急ブレイクではなくやや加減したハーフブレイクをかけること。そうすることでリアタイヤを滑らせ円滑にトラックを回ることができるという。なんかね、いや楽しいですね。竹山さんがそれっぽくなってきてるんですよ。確かに。なんかさ、うん、慣れてきたでしょ。ちょっと楽しいね。ちょっとこう滑ってうまくいった時楽しいね。楽しいね。先生の言う通りやったら本当にその通りになるから。いくね。それがちょっと面白い。やっぱりハーフロックっていうのがポイントなんですか、カーブ。そうなんですよ。あのハーフロックは一番重要ですね。はまあ、どのシチュエーションでも一番重要なんですよ。あのリアブレーキのハーフロックとあのブレーキングっていうのは。あ、これハンドル切るんですか、それとも体重なんですか。これは基本的にリアが滑ったら逆半を切る感じです。逆半、最初の左に入る時は切らなくていい。そうですね。お、切らなくていい。でもこのまんま入ってしまうとフロントから滑る可能性があるんですよ。だから同時にリアブレーキをきっかけに滑り出したタイミングでちょっともう逆半を当てた方がいいです。でこう当てるのは右腕を引く感じです。引くもしくは左手を押す感じ。こう、あ、でも矢作のなんか形かっこよかったですよ。かっこいいです、後ろから見てて。本当ですか。一番先生にっぽい形でしたよ。かっこよかったですか。かっこいい。ほら、おわおわい、うまい。ちょっと竹山さんの見てみます。2度、はい、お願いします。兄貴、おー、いった。でもさ、ラッチ乗ったことない人がよくできるんだよ。おー、来たよ。おー、滑らそうとしてんね。クラッチもデュートも初めての竹山、今日覚えたとは思えないほどの成長を見せる。ブレーキ難しいね。よし、効いてるか効いてないか分かんない。滑ってるでしょ。ああ、まあ全然ちょっと滑ってるでしょ。ちょっと滑ってる。全然1回目にしたらね、まあまあ、うん、上手ですよね。滑ってますよね、ちょっとだけね。今日クラッチ覚えたんだからさ。そう、今日クラッチ覚えた。すごい、ね、そう、すごい、いいよ、かっこいい。ちょっと形になってたもん。本当ですか。あ、そう、嬉しいな。だってスクーターで来た竹山さんなんかね、想像つかない形だった、うん、つかないよ。あ、全然違います。全然違う。もう普通に乗れるよ。あ、そう、ね、2足より上上げたことないけど。最後は今回の成果を試すべく実践編コース3周のタイムアタック。一番速かった人は、うん、やっぱ大森さんから何かもらうっていうのがいい。勝った人にはスペシャルなものを、はい、お届けしましょう。やったよ。よし、まずはマッコイからチャレンジ。よーい、スタート。おお、いいね。成功したね。すごいな。早いな。お、ちょっと引っ張りじゃん。最後。おー、早い早い。ラスト。はい、オッケー。早いですか。今うまかったね。うまかった、最初の1周目からさ、29秒。よくうまくいったな。うまい、コーナーうまい。うまい。よかったですか。うまかった。ちょっといいタイム。やったね。いいタイム出たね。続いて、BB 芸人ヤハギのチャレンジ。マッコイの29秒オーバーテイク。よっ、スタート。早いよ。おお、早いよ。おお、滑ってるよ。いいよ。膨らんじゃうんだよな、どうしても。28秒88。おお、トップ、トップ、トップ、よし。じゃあ大将、大将、最後は今日で劇的な成長を遂げた竹山。果たしてタイムは。スタート。おお、うまい、うまくなってる。うまい、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 
ちょっと広がった。あと一周。オッケー。上手くなってる。なんかコーナリングの足のつき方がね、先生。気持ちよかった。うまい。気持ちいい。滑り方良かったですね。今まで一番いいかもしれない。今まで一番いいですよね。今まで一番いい。足こうついてこうしてるのがちょっと様になってきてる。あ、そうですか。慣れてきちゃって楽しいもん、やっぱり。タイムは33秒29です。まあ十分でしょ。まあ初めてだから、今日乗ったばっかだから。すごいじゃん。ってことは優勝はヤギケピアーだ。優勝は28秒、見事な走りを見せたヤハギ。 Congratulations。これだから回れば回るほど上手くなっていくから、うん、あと100周とかやればまた上手くなるじゃないですか。いや、上手くなりますよ。でしょ。これレースやったらもっと楽しいね、先生。楽しいですよ、これ。練習したいですよね。はい、もっともっと練習したい。そうです。ちなみに大森さんやると何秒かちょっと見せて。あ、見たいな。プロみたい。マジですか。いやー、八木さんに勝てるかな。優勝した矢作のタイムは28秒。日本ナンバーワンダートトラックライダーは一体何秒で走るのか。あ、もう早いわ。もう早い。走りきった。これ全然膨らまないもん。早いわ。うわー、すげえ。これ今何秒？ずっと滑ってる。これラスト、ラスト、これラスト。これずっと滑ってるもん。早い。ゴール。すげえわ。早いな。すげえわ、先生。っていうかずーっと滑ってんだよね。滑りながら一周だから。ずーっと滑ってんじゃん。オール滑り何秒？24秒。うわ。全然違うわ。あれだ。全然違う。タイムが3周で5秒とか差つくの？すげえな。すごいね。すげえ。できるようになりたいね、これね。今のこれできるようになりたくないですか。あれかっこいいよね。これくらいのコースを全部滑りたい。あれかっこいいよね。気がつけばハマりまくる。それが Dirt Track。 今日の指導ありがとうございました。いや、ありがとうございます。いや、先生ありがとう。でね、矢作、はい、やっぱ竹山さんせっかく来てくれたから、うん、竹山さんも BB メンバーにもう入れますか。入れましょうよ。本当ですか。これ東京 BB。 俺バイクの免許持ってねえけど。大丈夫、入れてもバイクも持ってねえけど。ここでは大丈夫。これぜひ来てほしい、竹山さん。グッティで。いや、グッティで着れないわ。グッティ無理だわ、これ。ではじゃあ僕から、はい、チャンピオンの矢作さんに。え、何何、えマジで、ゼッケンプレート、先ほど走った車両から。すげえ、かっこいいし。ゼッケンプレート、ゼッケンプレート、うわー、いいや。いいんすかこれ。ありがとう。すげえ、超いいのくれた。それ家飾りて。これ3位書いてください。はい、3位。こりゃすげえわ。1番だからね。ゼッケン1番ってどういう、なんかあるんですか今。あの、国内でトップです。国内トップよ。その証ってことなんだ。うわすげえ。国内トップのゼッケンもらった。もうここでトップになったんで。ここで3周やった方だけで。すげえな。飾っといた方がいいわ。やったよ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいね。よかった、今日ダート来てね。竹山さんも喜んでくれたしね、竹山さん。いやいや、楽しいですね。竹山さんすごかったですね。最後うまくなってたしね。うまくなりましたよ。あとやっぱ入るヘルメット探したらもう完璧だよ。探せありますよね。ありますあります。ね、はい、でここくりゃ免許いらないですもんね。はい、でね、矢作ね、はい、もう俺今日竹山さんほらせっかく来てくれたから、うん、これちょっとテンション上がってるから、うん、この流れで竹山さんにさ、ちょっといい、やっぱりこのダートスタイルのバイクを見に行って、うん、この流れで行った方がいいかな。確かにテンション上がってる時行った方がいい。行った方がいい、絶対。え、見に行くのがいいですよ。ちょっと上がってるでしょ、だって今。今上がってるけど。いや、上がってるけど、見に行くのは別にいいけど。じゃ見に行こう。見に行くのはいいよ。見に行くのはいい。見に行くだけよ。あ、見に行く。せっかくだから。見に行くだけ。一応こういう体のバイクが。こういう体のダートトラックのバイク。先生、この流れでやっぱトラッカーとか見に行った方がいいですよ。いや、もうその通りですね。欲しくなっちゃいますね。もう、あ、ここリアブレーキで、あ、踏みやすいなとか多分。ハーフ、ハーフロックだ。いや、だから見に行くだけよ。見に行くだけ。いや、すげえ楽しいよ。めちゃくちゃ楽しくて上がってますけど、言ってもまだ2時間だから、ここ。でも見に行くロケは行きますよ。行こうじゃん。じゃあ行こう、竹山さん。それ以外は分かんないよ。